今月14日の未明、タレントの坂上忍容疑者が酒に酔って車を運転し、この電柱に激突しました。その大きな音を聞いて近所の人たちが集まってきましたが、なんと坂上容疑者はその人垣を縫うようにして逃走してしまったのです。その後も驚くことに、通報によって駆けつけたパトカーと約2キロの追跡劇を演じた末、坂上容疑者は酒酔い運転の現行犯で逮捕されたのです。はい、すいません、はい、見てあげてください。大変多くの方にご迷惑をおかけしましたので、本当に申し訳ないと思ってます。この車にはデザイナーの山本寛斎さんの娘で女優の山本未来さんが同乗していましたが、山本さんはなぜ逃走する坂上容疑者を止めることができなかったのでしょうか。見てあげてください。お酒は飲んでらっしゃったんですか。はい、飲んでました。かなりの量だったんですけど、どのくらいなんですか。かなりというか、あの友人の家で、パーティーやってまして、自分の記憶では4杯は飲んでると思います。何時頃から飲み始めたんですか。11時、家に着いたのが11時過ぎですから、11時過ぎから、1時5分前か10分前ぐらいまで自分で飲んでるの分かった上で運転したわけですから、これはもう自分がいけないですね。浸かる前までは普通というか、まあちょっと慣れない道だったもんですから、右行こうかまっすぐ行こうかで悩んだらもう目の前に電信柱ですか。かなりの衝撃、はい、スピードは何キロぐらい出ていたんですか。細い道ですからね、スピード感覚っていうのはちょっとわからないんですけれども、ただ大通り走ってる時の50キロぐらいですかの感覚ですから、あの細い道だと、まあ、40出てるか出てないかだと思うんですけどもね。一方、事故当時同乗していた女優の山本未来さんは幸い怪我もなく、世田谷のスタジオで会見に応じました。まあ、最初は私が運転しまして、まだ初心者のもので、少し運転がやっぱり危ないというふうに坂上さんも思ったようで、私が運転するよりは自分が運転した方が安全だろうと思ったということで、信用して運転を代わってくれということだったので、私もそれならばと変わってしまったんです。事故の瞬間は覚えてらっしゃいますか。もうとりあえずあっともう思った瞬間にぶつかってたんで、それしかないです。坂上さんとのお付き合いなんですけれども、お友達という、はい、はい、もう友達です。それ以上の関係で、いや本当にもう皆さんが多分思っている普通の友達という言葉でこう感じるものそのものです。恋人というわけではないんですか。特別な感情は。恋人というよりはもう本当にだからボーイフレンドですね。事故が起きたのは14日の深夜午前1時35分ごろ。坂上容疑者の運転する車はあちらから走ってきました。本人によれば右に曲がろうか左に曲がろうかと迷っている間にこの電柱に激突したといいます。ご覧のように電柱の根元のコンクリートの部分は粉々に砕けて、かなり傾いた状態で、その衝撃の大きさを物語っています。集まってきた人たちは車に乗っていた2人に怪我はないかと心配して119番110番の通報をしました。しかしそんな周りの人たちの心配をよそに、坂上容疑者は突然2度3度とここの場で車の切り返しをして、その人垣を縫うようにして逃走してしまったのです。救急車呼んでくれっておっしゃったから呼んだ。それどなたが言ったんですか。その男の人が言った、そして呼んだでしょ。そして呼んでこのうちに救急車がそこまで来てるのに、女の人を乗せてパーッと逃げた。
やばい酔っ払ってる様子でした。そんな私は酔っ払ってるなと言ってましたもんね。言ってましたもん ね, ね。だけどその酔っ払ってね、あれでもその抑えられたらそうやって止まってなくちゃいけないのに、それ振りって逃げたっていうことはもう。逃走する時っていうのはその車はスピードとかかなり出てたんですか？出てますよ車。ものすごかったですって。スピードはもうものすごい出てたし。14日の午前1時35分、事故を起こした坂上容疑者はそのまま車で逃走。およそ50メートル先に止まっていた乗用車にもさらに衝突し、それで止まることもなく、およそ 1.5 キロも逃走を続けたといいます。そして10分後、住民の通報などでパトカーに発見されましたが、ここでも逃走劇は終わりませんでした。パトカーが発見したのはちょうどこの辺りを走っている時でした。車は前の部分がかなり壊れており、それは人目につくほどでした。この車を発見した北沢署員はサイレンを鳴らし、すぐに停止するようにと指示をしました。しかしここでも坂上容疑者は逃走を試みたのです。再び逃走を開始した坂上容疑者の車をパトカーはサイレンを鳴らして追いかけましたが、深夜の追走劇はおよそ2キロにわたって繰り広げられました。パトカーに追いかけられながらも逃走し続けた坂上容疑者はもう逃げられないと観念したのでしょう。事故現場から約2キロほど離れた世田谷区大田のちょうどこの辺りに来て車を停車、警察署員に取り押さえられたのです。その時かなりの酒の匂いがしたために検査したところ 0.45 ミリグラムのアルコールが検出され、その場で現行犯逮捕となったのです。こうして20分後に逮捕された坂上容疑者からは1リットル中 0.45 ミリグラムのアルコールが検出され、酒気帯びより上の酒酔い運転による道路交通法違反の疑いで取り調べを受けました。坂上容疑者が釈放されたのは14日午後9時20分過ぎで、およそ9時間近い取り調べを受けました。まあ、現場を離れたって言い方が正確なのか、はい、あるいは逃げたって言い方が正確なのか、はい、分かりませんけれども、はい、あなたとしてはその辺の気持ちはどうだったんですか？取り調べの時もお話ししたんですけれども、そのなんていうんですか、頭が真っ白な状態っていうんですか、だからまあそれが取り調べの時にちょっと僕はうまく説明できなかった部分なんですけど。一方、同乗していた山本未来さんのショックも大きく、逃走中の坂上容疑者の様子などをこう語っています。車がこう道を塞いでたんで、とりあえず道をこう開けなきゃいけないっていうので、それは想像ですけれども、多分乗って動かしたんですね。でそれからもう私も動転してたんで、どうしようかっていう、もうパニックしてたんで。車に乗って走り出しますよね、ええ、あなたは彼に何か言いました？逃げるのとか、もうどうするのとか。もうその時はとにかく動揺してたんで、それ以上のことはちょっと覚えてないんですけれども。酒酔い運転をし、電柱や駐車中の車に衝突、しかもパトカーを振り切ろうとして逃走するという悪質な犯行について、坂上容疑者本人はどのように思っているのでしょうか？何度もね、車に追突しているということなんですけれども、はい、それは、はい、お分かりになったと思うんですけども、すいません、ありがとうございました。すいません、ブラブラブラ、はい、はい、取材としては、すいません、どうもすいません、すいません、はい、すいません、開けてください。謝るほど、でもこれはこれだけご迷惑をおかけしたわけですから、すいません、じゃあもうこの辺でよろしくお願いします。どうもあれ、ご迷惑かけました、すいませんでした。走るからね、はい、車出るよ、はい、前気をつけて、車出るよ。今日一日どんなことをいろいろ考えてらっしゃいました？私ですか？もう何度もその時のことを
思い返しながらとんでもないことをしてしまったなと、もう本当に皆さんに申し訳ないということをずっと思ってました。今回の事件で不幸中の幸いだったのは本人の軽い怪我の他には負傷者が出なかったということです。しかし事故に驚いて飛び出してきた住民の思いやりや体を心配してくれた人々の親切、これら全てを裏切ってしまったという事実は残ってしまったようです。こんにちは。坂上さんね、お酒を飲んでぶつけて、またその後の行動が大変良くなかったなと思うんですけれど、27歳ですからね、はい、動転して自分を失うという年齢ではないし、よっぽどお酒飲んでたんですか。そうですね、僕はあんまり、ね、モラルだけだっていうのね、はい、好きじゃないんですけどね、でも今回のこの事故っていうのはね、もうほとんどその、弁解の余地がない、もう実に愚かしいね行動だったっていう感じしますね。深夜の静かな住宅街でどんどんどんと大きな音がしたそうなんですね、はい、心配して近所の方が、駆けつけた時には、ちょうど車がですね、道路を塞ぐように横向きになっていたそうなんですね。そして救急車を呼びましょうかというふうに怪我を心配して近所の方が言った時には、はいお願いしますと言っていたんですが、救急車が見えたら急に車に乗り込んでさーっとすごい勢いで逃げ去ろうとしたそうなんです。そしてそのさらにですね、この30メートルほど離れたところに車が止まっていたんですけれども、その車にまでぶつかって逃げ去ろうとしたということなんですね。まあ、近所の方たちが逃げることはないだろうという言葉に対しては、はい、バカ野郎というふうに言って、その20人ぐらいの人垣を縫うようにして逃げ去っていったということなんですけれども、追ってたんですか、どうなんでしょう、ね、何をか言わんやですね、それでこいつらすぐこういうことがあるとね、皆さんに申し訳ないって言うんだけどね、まず第一に親に申し訳ないよ、本当にね、子供じゃないですからね、そのしかもこれはね、いやまあどうしようもないという、お知らせの後はボンちゃんの先読み編集曲をお送りいたします。